エーサイユスプアルプテキンは、中華民国期のウイグル人政治家、ウイグル独立運動活動家。1901年にカシュガルのイエンギサールにて生まれる。新疆省政府に任官後、1926年には、ソ連領中央アジアのアンディジャンに、領事館職員として派遣された。1931年に、ハミのホジャニヤズラが反乱を起こし、 新疆省政府主席の金樹人が失脚すると南京の中国国民党政府に接近して金樹人の新疆での暴政を告発した。南京では中国語雑誌、変卓、天山を出版して新疆省の諸問題について宣伝を行い新疆における自治権の拡大を主張した。1936年には中華民国の国会議員に選出された。 1946年に東トルキスタン共和国政府と中国国民党との交渉の結果、両者の合同による新共商連合政府が成立すると、アルプテキンは国民党側の代表者として新政権に参画。1947年には秘書長に就任した。1949年に国境内戦が終結し、小政府主席ウルハンシャヒリが 中国共産党政権への合流を決定すると、インドのカシミールに亡命した。1954年には、トルコに渡り、イスタンブールにて、東トルキスタン亡命者協会を設立し、雑誌、東トルキスタンの声を出版。東トルキスタン問題の存在を国際世論に訴えることに努めた。1995年12月17日に、トルコにて死去。 息子のエルキにアルプテキンもウイグル独立運動の活動家として著名。ありがとうございます。